はい、皆さんこんにちは。 TikTok の純正動画編集アプリキャップカットがめちゃめちゃいいので早速使ってみたいと思います。はい、じゃあキャップカット、これ開きますね。はい、そうするとまあこうシンプルな画面が開くので早速やってみたいと思います。で、一番簡単なのはここのチュートリアルってこれですね。はい、ここをタップします。はい、そうするとこのチュートリアルの中にこう様々なねこういう素材があるんですよね。はい、これを元にまあ簡単に動画作成できます。まあちょっと一つ作ってみますか。例えばかっこいい自分動画、はい、でこれを元に作るにはここの動画の作成ってありますよね。ここをタップします。で、下書きをしようと。はい。で、そしたならば、はい、ここで、今、下にね、ここですね。2.9 秒、0.6 秒と、ここにクリップ、要するに写真をここに、まあ、選択してあります。では、これで、ね、まあ、例えば、まあ、これ撮った、適当に撮ったやつをこう、やって入れておきます。はい。タップして、タップして、はい。こんな感じかな。あと2枚。はい、こんな感じ。はい。全部で今これ9枚ほど選んだのかな。うん。で、これで、したらこれ OK ですね。OK をタップします。はい。そうするともうこれでできたのかな。すご。で、これ音ね。で、音もちょっと変えてみましょう。これね。で、音は一度削除して、ここ楽曲から、そうですね。フォルダーで選んで、デバイスからで、例えばこれをね、追加します。はい。それで再生してみます。はい、で、音楽がちょっと長いので、これをちょっと切りますね。ここで、音楽をここで分割。はい。で、後ろの部分はこれいらないので、ここで削除としてあげます。はい。そうすると、これで完成です。はい、こんな感じでできました。で、これ書き出すの簡単で、この上の部分のここですね。はい、このアップロードですね。はい、これをタップしてあげて、今エクスポートしてます。まあ動画を書き出してますね。はい。で、そしたならば、これで完成ですね。はい。で、これどこで見るかっていうと、一度これアプリを閉じて、ここ、フォルダーで、はい、それで動画で見てみますか。と、これですね。はい。一番のこれ。はい、こんなのが簡単にできるということです。はい。で、じゃあちょっと他のを作ってみますか。はい。で、これでもう保存されてるのかな。じゃあ、あとは、まあ、ここで、まあ、この今、チュートリアルでね、まあやったんですけど、これ自分で編集することもできて、その場合は、ここの編集ですね。ここをタップします。はい。で、ここで、新しいプロジェクトと、これは全く自分でゼロから作るんですけど、じゃあ今回ちょっと動画をね、選んでみますね。動画で、例えば、この動画、この動画にしますか。はい。これを追加します。はい。で、再生して、はい。じゃあこの辺で切りますか。で、そしたらこれ選んで、で、ここで分割ですね。分割で、で、後ろ部分をこれで削除してあげます。削除。はい。で、あとここに動画を追加する場合はプラスで、で、例えば、これにしますか。はい。で、これね。で、これで追加します。で、これはどうしますか。この辺からにしますかね。はい。で、ここで、分割して、で、この部分を削除。はい。で、これで再生して。はい。で、こんな感じで、で、ここで分割して、で、削除と。で、あとは、はい、これで元に戻れるかな？元に戻って、で、ここでテキスト入れてみますか。
はい、それで、これテキストです。テキストはここなんで、はい、ここで適当に。そしたらば、テキストテンプレートにしてみますか。テキストテンプレート。はい、そうすると、お、なんか超かっこいいのがありますね、これ。はい、でこれにしますか。これを選んで、でここのところで、はい、お肉、こんな風に入れてみますか。はい、でこれで決定。はい、でこれで、はい、決定して再生してみると、はい、こんな感じになります。はい、でさらに、はい、元に戻して、でここのところに音楽を入れると。音楽を入れる場合には、ここでオーディオで、で楽曲で、ここでフォルダーから、はい、デバイスから入れていますね。はい、で入れてみました。でこれ最後で切るので、ここが最後になります。エンディングはこれ必ず入って、削除もできるんですけど、一応このキャップカットのエンディングを入れておきますか。ここでマギーがチャンネル、はい、でこれでいいかな。でこれで OK。でここで切るので、最後ここで切るの で、 でここで分割して削除となります。はい、これで一応完成かな。あとはここね、ここ、この、シーンの入れ替わり、これどうするかということで、切り替え、これをちょっと選びますね。どれがいいかな。シーンの切り替えは、はい、これこの中からね、好きなのを選べるので、はい、これにしますか。こんな感じで、はい、これで選択終了ということですね。はい、じゃあこれでちょっと再生してみますか。はい、はい、これで完成です。じゃあこれを、はい、ここでアップロードしてあげます。はい、はい、これで完成です。では作品を見てみましょう。はい、この中から動画で、はい、ということでできました。はい、非常に手軽にね、動画作成できるので、ぜひ試してみてください。それではまた。じゃあの。